最近、カエルの声を聞きましたか泣いているのは東京ダルマガエル。顔の左右にある泣くための袋を膨らませて泣いています。ずんぐりとした体に短い足。名前にダルマとあるように、丸っこくて可愛らしいカエルです。東京ダルマガエルは、池や湿地にもいますが、田んぼでよく見られるカエルです。 4月から7月に田んぼに集まって産卵しますオスは鳴いてメスに求愛します小さい方がオス、大きな方がメスオスがメスを抱いて卵と精子を水中に放ちますオスが必死の感じが伝わってきますね東京ダルマガエルはメスがオスよりもとても大きくなるのが特徴です クモや昆虫、小さなカニや他のカエルなど、口に入るものは何でも食べます。田んぼを代表するカエル、東京ダルマガエルは大きく数を減らしています。2020年の東京都レッドリスト本土部では、近い将来、絶滅の危険性が高い種とされ、その可能性はこの10年でさらに高まっています。 主に田んぼに暮らしているため、田んぼがなくなったり、田んぼの構造が変わってしまうと、東京ダルマガエルは暮らしていけなくなってしまいます。例えば、かつては土堀だった水路がコンクリートで護岸されると、東京ダルマガエルにとっては登れない落とし穴になってしまいます。特に東京では田んぼがどんどんなくなり、残った田んぼも小さく分断されています。 このままだと東京から東京ダルマガエルはいなくなってしまうかもしれません。私たちにできることはあるでしょうか住んでいる地域で採れたお米を積極的に食べることや、カエルが暮らしやすい田んぼのお米、例えば生き物米や特別栽培米を選んで食べることも私たちにできることです。まず第一歩は、身近な水辺に暮らすカエルに関心を持ち、 カエルの今を知ることかもしれません私たちにできることはまだまだたくさんあります。生き物と共に暮らす未来のためにできることから始めませんか